いつもフェンダーニュースをご覧いただきありがとうございます。フェンダーミュージックのうっかりです。僕は普段フェンダーのアーティストリレーションとしてギターベースのメンテナンスやカスタマイズなどアーティストのあらゆる要望に応えています。このアンボクサフューチャーではこれまでにない全く新しい音楽を創造するためにフェンダーが開発したこのアメリカンアコスタソニックテレキャスターをアーティストの方々に実際に触っていただき、そのリアクションをドキュメントしていきます。このアンボクサフューチャーのイントロダクション動画ではアーティストの方々に実際に僕がデモンストレーションしている内容を皆様にもお届けします。では早速この新しいアコースタソニックサウンドを聞いてみましょう。このようにアコースティック、エレクトリック、そしてその中間にある幅広いサウンドも提供してくれます。それでは一つずつ音の特徴を紹介していきます。A のサウンドです。B のサウンドです。A のサウンドです。B にしてみましょう。A の音です。ポジション3ではモッドノブによってボディヒットを拾います。モッドノブによってエレクトリックサウンドをブレンドできます。モッドノブでファットなサウンドも楽しめます。さらに歪ませてみましょう。アコスタサウンドいかがだったでしょうか。これまでの枠にとらわれない無限の表現を可能にするこのアメリカンアコースタソニックテレキャスターでどんな音楽が生まれるのか、このアンボクサフューチャーではそのまだ見ぬ未来をアーティストたちのリアルなリアクションとともにお届けします。